清潔腫薬の治療はのの内臓の治療とかですね婦人科疾患とか、まあ、アレルギーの治療にも非常に、えー、有効に、えー、再現性高く効く効治療法なんですね、えー、一般的に針というのは痛みとか動きを改善する治療ではないかというふうに思われているところはあるんですけどまあ私の治療でも半分は、まあ、運動器疾患。 痛いとかですね動きが悪いとかこういうことの治療があるんですけどあとは半分もしくは半分以上は内科的な婦人科的な、えー、と眼科とかですねそれから出産の調整とかですね、えー、そういう,う治療の方が多いぐらいですね。で、えー、内臓の治療をする場合その五臓六腑の症状がどういうふうになってるかなっていうのを見るのは患者さんが、まあ、寝た状態、えーまあ、起きてもやるんですけど。 お腹腹をを触って腹筋というのをやりますで、えー。人間の体って五臓六腑じゃありませんからお腹かを押さえて大体この辺はこういうものがあって、うん、こういう痛みがあるかなとか押さえたら右と左でこんな硬さがあるかなとこういうのをやるのを腹筋と言いますなかなかその腹心というのを鍼灸師が、えー、おやりにならないみたいなんですけどここは一つあのこういうふうにすると意外と簡単に、えー、ここの痛いのが例えば腎臓だったらこの辺を押えると痛いのが分かるんだなと。 でそれを多分清潔し楽で治療してもう直後に、えー、診断もう一回押さえてみるんですね。でその変化を確認することによって患者さんともまあ、治療家の私ともその治った良くなったっていうのを共有することもできます。えー、そうすることで、えー、その腎臓による腰痛とかですね、肝臓による腰痛とか、えー、心臓とか胃腸によるなんだか肩のこりとかなんかそういうものがあったらそれもどんどん取れていきます。ああ。 こういうふうにしてその清潔しらくというのは病気を治していくことができるんだなっていうのを実感していただくことができるんじゃないかと思いますそのためには、えー、腹心というお腹をこう抑えて診断するというのが重要になってきますので来週の月曜日の8日の日午後8時からはその腹心の、えー、オンラインセミナーをやろうと思っておりますどうぞご視聴ください